札幌星太郎が札幌ビールの何かしらに行く TV。 さあ始まりました、札幌ビール、あ、間違えた、札幌星太郎が札幌ビールの何かしらに行く TV、 イエーイ。さあということで、記念すべき第1回目はですよ、もうね、こちらでございます、札幌ビール北海道工場。あの近隣のね、迷惑になっちゃうかもしれないですけど、この工場の案内人の方を紹介したいと思います。高橋さんです。高橋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高橋さん、会いたかった。高橋さん、これホスタローポーズなんですけど、一緒にやってもらってもいいですか。はい、行きますよ、せーの、ホスタロー。ありがとうございます、高橋さん、めちゃめちゃ優しい。ありがとうございます、はい、高橋さん。北海道工場は、はい、札幌ビールの6工場あります。工場のうちで唯一北海道にある工場になっております。でこの近くには札幌ビール庭園という JR で唯一企業名がついた駅名があります。あ、すごいですね、 JR で唯一ですか。はい、まあ見ての通りですけど、すげえでかい会社で工場なんですね。いやー、今日はですね、もう高橋さんもついてくれてますし、僕もうすごい楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。さあ、来ましたね。お邪魔します。おー、中入ってきましたけど広いっすね。そして天井高っ。はい、お姉さん、あ、どうも、札幌星太郎と申します。知ってます？知ってます。 ありがとうございます、タイプです。あ、すいません、嬉しい、手があったかい。さあ、ということで、こちらは何をするところなんですか。はい、一般の見学のお客様に、待っていただくウェルカムホールになっております。あ、そうなんですね。はい、ただ今回はですね、特別に、はいはい、工場の、コースをご用意しておりますので、別のところにご案内いたします。あ、本当ですか。はい、僕特別に、はい、星太郎特別にってことですか。はい、そうです。めっちゃ本格的な感じですよ、したら。はい、では行きましょう。はい、それでは行きましょう。行きますよ、はい、せーの、 Here we go。 おお、到着しましたね。着きました。ここはどこですか。はい、ここが現場に入るときに着替えていただく、更衣室になります。はい、着替え、僕何に着替えればいいですか。はい、はい、どうです、なんか似合ってますかね、高橋さん。はい、大丈夫ですか。大丈夫です。そしてヘルメットをかぶっていただいて、はい、はい、はい、完璧です。じゃあこれで準備も当たってますね。はい、準備完了です。わかりました。じゃあ早速、はい、連れてってくれるわけですね。はい、わかりました。それじゃあ僕一足先に行ってますね。はい、行っちゃうね。あ、高橋さん、はい、到着いたしました。はい、ありがとうございます。ここすんごい広いですね。はい、ヤッホー。聞いてもらうと分かるんですよ、本当にでっかくて広いですよ。ここは何ですか。はい、ここがビールの工程のスタートになる仕込み室です。仕込み室、あれとか何ですかこれ。はい、高橋さん、これが一番最初の工程の仕込み窯と仕込み層になります。なる、窯なんですね。はい、はい、ここでどんなビール作ってるんですか。はい、ビールはまずクラシック、黒ラベル、恵比寿を作ってます。ゲー三強じゃないですか。はい、札幌ビールの三強じゃないですか。え、他に新ジャンルだったら、はい、麦とホップとゴールドスターを作ってます。え、ゴールドスターも作ってるんですか。はい、ゴールドスターなんてあれですよね、ダブルデコクション法でおなじみのゴールドスターですよね。はい、ですからそのダブルデコクションはこの2つの釜を使って工夫して製造してます。あ、じゃあダブルでデコクションしてるんですね。はい、まさにここで、はい、うーわ、感動するわ。この釜以外にも結構あるんですけど、はい、そちらとか、こちらができた麦汁をろ過するろ過層になります。あ、そうなんですね。ちなみにどれぐらいの大きさなんですか。はいはい、約直径で9メーターあります。ろ過をするために面積を大きくしてます。9メーター、はい、直径、はい、直径、はい、直径って何でしたっけ。はい、端から端までの、あ、はい、あ、じゃあ直径9メーターですか。はい、このろ過を経て、はい、ろ過を経て次の煮沸窯に移ります。あ、ここで初めてホップを加えます。はい、ホップ加えるんですかここで。はい、まず最初に麦芽でビールの骨格を作って、次にこちらのホップでビールの香りと苦味をつけます。
ここでじゃ結構大事な工程ですよね、はいはい、作ってるその工場の人じゃないですか、はい、それを飲んだ時のこの気持ちというか、はい、どんな思いですか。毎回毎回飲むたびに、美味しさを感じて飲んでます。そうですよ、はい、いや僕作ってないです。僕本当に作ったりしてないですけど、はい、もう本当に我が子のように飲まさせていただいてますもん。ありがとうございます。私と高橋さんのこのように、はい、高橋さんちょっと熱くなってきたんで、はい、次の工程行ってもいいですか。はい、すいません、もう熱いですここ。それじゃあ行きましょう。はい、行きましょう。さあ続いてなんですけども、お聞きの通りもうすごいところにやってきましたよ、はい、見てください、もうクラシックがもうニコニコ笑って手振ってくれてますよ。どこ行くの。すごいですね、はい、ここはクラシックを缶に詰めて、検査が終わってこれから箱詰めする工程になります。なるほど、はい、じゃあ先ほど言ったあの釜があったところのビールが缶に詰め込められて、ここで検査されて流れていって、はい、そして私たちの元に届くということなんですね、はい、ちなみにこの缶ありますけど、はい、瓶とかもここで詰めるのはやってるんですか。はい、瓶も詰めてます、はい、あ、なるほど、瓶も缶もやってるんですね、はい、さあそれではここの工場のパッケージング部担当の青木さんに来ていただきました。青木さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ青木さんにちょっといろいろお話を聞いていきたいんですけども、そのパッケージング部っていうのはどのようなことをするんですか。パッケージング部は醸造部の方が作っていただいたビールを瓶や缶や樽の詰める工程を担っています。なるほど、むしろ今も後ろで流れてきているこの黒ラベルの瓶たちはじゃあ青木さんがこう担当してやられてると。そうですね、僕が担当している瓶のものになります、ね、すごい。札幌ビールに勤めるきっかけって何だったんですか。きっかけはやっぱり就職活動で会った方々が一番いい人だったなっていうのと、やっぱりビールが大好きだから会社を志望しました。ビール大好きなんですね。一番好きな銘柄なんですか。一番好きな銘柄やっぱり北海道なんで、クラシックが一番。やっぱりクラシックですよね。僕もクラシック大好きなんですけど、赤星も好きなんですよね。赤星もいいですね。ビール赤星もいいと思います。ありがとうございます。じゃあちょっと最後に一つ聞きたいんですけど、はい、青木さんにとってビールって何ですか。ビールって何ですか。人をつなげる大切な飲み物かなと思います。なるほど、ありがとうございました。ありがとうございます。さあということで、いよいよもう最後になっちゃったんですよね。はい、続いてはパーフェクトクラシックを飲んでいただきます。パーフェクトクラシックですか。はい、すっごいビールが飲めちゃうわけですね。はい、うわ飲みた、なんすめっちゃ美味しそうですね。はい、こちらのビールは一般の工場見学の方にも最後に飲んでいただいているパーフェクトなクラシックです。これですね。はい、もうあすいません、ありがとうございます。美味しそう。じゃあ僕もういただいちゃいますね。いただきます。ではどうぞ。美味しい。あと泡がすっごいクリーミーなんですよ。だから口に入れたらもう体にどんどん幸せが広がっていきました。美味しいです。はい、パーフェクトクラシックはクリーミーでクリアでコールドということで、グラスからビールの温度すべてを管理して皆様にパーフェクトな味を楽しんでいただいているビールです。いやこれ本当に美味しい。しかもここで皆さん飲めるってことですね、はい、見学された方は。いやこれはちょっと、でも本当名前の通りパーフェクトですね。これは、はい、本当に美味しいです。はい、ありがとうございます。はい、そして今日はせっかくなのでお家で簡単に黒ラベルがさらに美味しく飲める方法をお教えいたします。そんな方法あるんですか。はい、三度継ぎってご存知ですか。三度継ぎ、どうぞ。そんなにやっちゃうんですか。そうなんです。知らないですよ。下の方からこの泡を持ち上げる感じで。え、西方さん、西方さん、何ですか何ですか、持ち上がってる、これよ。え、すごい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 、マジですごいですよこれ。